お客様、あのトマトの薄皮がスイスイ剥けちゃうこちらのの字トマトピーラーのご紹介です。最大の特徴は何といってもこの頭のギザ刃なんです。そこで今日は分かりやすくこちらご覧ください。このギザ刃のおかげでトマトの薄皮にしっかりと刺さるんですね。さらにこれ内側にカーブしてますからトマトの丸みにピタッとフィットしてくれるんです。だからトマトの薄皮が綺麗に剥けるんですね。お客様、論理より証拠、実際に見てもらいましょう。持ってきました、真っ赤に熟れたトマト。いきますよ、当てがいます。スーッと動かすだけで見てください、この薄さ。あの身を潰してないですよね。身を潰さずに綺麗にトマトの薄皮だけを剥くことができるわけなんです。もうここまで剥ける切れ味ですから、お客様、もう野菜の皮剥き、果物の皮剥きはこれにお任せください。例えばですよ、大きいものだったら大根の皮ご注目、当てたらスーッと引っ張ると通ると剥けるわけです。さあ今一度スーッと引っ張る、とにかく薄く剥けるんですね。大根もちろん剥けます。大根だけじゃないですよ、細いものだったら人参、この硬い人参も何のその。見てください、切り口は滑らかだし皮は薄いし本当に使いやすいんですよね。そして実はこれ頭が自由に動きますよね。これポイントなんです。例えばこういうじゃがいも、あ、ちなみに小さいものは手袋を使った方が安全ですよ。いきましょう、デコボコ三角丸四角、まあどんな皮でも揃って剥けるデコボコのものがここまで綺麗に剥けてくれるとやっぱり気持ちがいいですよね。ですからお客様ね、それこそ今まで剥いたことないようなものもチャレンジしてみてください。例えばこれ、僕のおすすめパプリカ、いきますよ。このパプリカがですよ、わかります、なんとこんなに薄く剥けるんです。さあもう一度、こんなに薄く剥けるんです。実はパプリカってこの皮を剥いた方が甘くて美味しいんです。よかったらこれお買い求めになったら試してみてください。そして柔らかいフルーツ、今度はキウイフルーツ、プラムの皮から桃の皮、柔らかい皮まで薄く綺麗にまっすぐにお任せください。さあお客様、使い方がもうとにかく簡単です。あ、お手入れも簡単ですよ。使い終わったら水の中持っていってご注目、ジャブジャブジャブすすいでいただければお手入れはこれでおしまい。ただこの歯ってちょっと怖くないです？でも大丈夫、実は使い終わったらちゃんとこちらカバーがついてるんですね。ぎゅーっと広げていただいて、この歯にパチッと止めていただければ歯に触れることなくカバーすることができるから安全なんです。ここに穴が開いてます。キッチンにぶら下げといていただければ場所も取りませんよ。さあお客様、野菜の皮むきの集大成、こののの字トマトピーラー、野菜がむけて、果物がむけて、硬いものから柔らかいものまで、もう皮むきだったら断然おすすめです。